アイリッシュシチューアイリッシュシチューは、アイルランドの料理である。アイルランドにおける伝統的な料理であり、家庭の数だけレシピがある。羊肉の風味によく合う料理と言われ、小羊の肉はあまり使用されない。伝統的には、マトンか小ヤギの肉が使われるが、手に入りにくい場合は牛肉からアムで代用する。肉を牛にすると、ビーフシチューになり、牛肉を入れる場合にはビールを入れて、 肉を柔らかくする。風味や見栄え等で日本料理の肉じゃがに例えられることもあるが、シチューそのものの食感が楽しめる料理。日本国内でアイリッシュシチューとしてメニューに出している店の大半はビーフシチューであり、伝統的なラムシチューを出している店は特に限られる。角切りの羊肉、輪切りの玉ねぎ、じゃがいも、香辛料としてタイム、パセリ、 塩コショウとスープストックで煮出し中。切り分けた、洋肉、玉ねぎ、ジャガイモを交互に重ね、弱火で煮込んで完成となる。材料は炒めず、ブイヨンやルーを加えずに煮込んで、白く仕上げる点が特徴である。味付けは、基本的に、塩コショウでシンプルにされるが、家庭によっては牛乳を加えて、クリームシチュー風にする場合もある。伝統的には、 香辛料で風味と香りをつけた紫キャベツのマリネが付け合わせにされる。アイリッシュシチューに人参を入れるかどうかについては、アイルランド人の間で意見が分かれている。また、株によく似た野菜であるターニップが具材に使われることもある。人参や株など野菜は別茹でして、皿に盛り付けるのが正式な食べ方とされているが、これらの野菜を別茹でするかについても意見が分かれる。 ありがとうございます。